山田勝彦は愛知県名古屋市厚田区出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は阪神タイガースの2軍バッテリーコーチ。中学時代は陸上部に所属し、投敵種目でジュニアオリンピックに出場。野球はシニアチームに所属していた。東方高校時代に投手から保守に転校し、1986年には春の選抜に出場。 通算24本塁打を放った。1987年のドラフト3位で阪神タイガースへ入団。1989年にプロ入り初出場を果たすと、1991年からは出場機会が増え、打率1割台と打撃には苦しんだが、プロ初本塁打を含む二本塁打をマーク。五年目の百九十二年には、聖保守として投手陣をリードし、 チームの2役悪に貢献。打撃では打率。204と苦しんだが、本類打は前年を少しだけ上回る4本を記録した。その後は、正捕手の座を手中にするかと思われたが、関川光一、矢野洋大などの存在もあり、自身も伸び悩む。1999年には、野村克也監督に守備を国評されるが、2000年には、規定打席不足ながら打率。 319をマークするなど打撃で開眼し、同年8月24日のヤクルトスワローズ戦では、プロ初のサヨナラヒットを放つ。翌年も打撃面では、安定し、前年より出番は多かったものの守備面では矢野に勝てず2番手保守、止まりだった。2002年には、正保守の矢野が、故障離脱をしてしまい、在籍保守の中では、 最多の34試合先発マスクを被ったがチャンスを生かせず逆に出場機会が減る。同年のシーズンオフに下柳剛、義、中村豊との複数トレードで伊達昌二と共に日本ハムファイターズへ移籍。日本ハムでも自身は怪我に苦しみその間に若手の高橋真嗣の台頭やベテラン保守の中島、佐藤氏の加入もあり、2005年に現役引退。 現役引退後は、球団側から2軍バッテリーコーチ就任の要請があったが、これを辞退。2006年、阪神時代の監督である野村を仕って東北楽天ゴールデンイーグルスの1軍バッテリーコーチに就任し、2010年に退任。2011年から2012年まで、オリックスバファローズの1軍バッテリーコーチを務めた。2013年からは、フルス。 阪神の一軍バッテリーコーチ、2016年からは二軍バッテリーコーチ、2018年からは再び一軍バッテリーコーチ、2019年からは再び二軍バッテリーコーチを務める。試合中は一塁ベースコーチも兼任する。1996年6月29日、ヤクルト戦の古田敦也の打席で、島田哲也が古田の頭部付近にビーンボール球を四球続けて、 投げたことで、古田が島田に激怒し歩み寄る。そこで古田を制止しようとした山田に、古田が放り上げたバットが山田に当たったことから、山田も月光し応酬してしまい、両チーム入り乱れての大乱闘に発展した。山田と古田は乱闘の当事者として、退場処分を受け、当試合は警告試合となった。また山田は乱闘で、古田に投げられたのと同時に、 半神時代の同僚であったトーマス・オマリーに突進され、ヘンスリー・ビューレンスカラーはアッパーを喰らうなど悲惨な結果となった。山田曰く、古田がインサイドをえげつなく、当主に要求してくるから、その報復の意味もあったと後に語っている。またこのシーンはこの年のチンプレイ番組でも取り上げられた。ありがとうございます。